行っちゃう。今日は友達のね、友達初めて仲良しな、よしの天才ありがとういちって友達がいるんですよ。私にも私にも友達がいるんですけど、その友達が、1年前から お父さんと一緒に走ってるって言ってて、この前会った時ね、まあ、聞いてたことあるんだけど、今度一緒に走りたいって言って、今日初めて一緒に走ってきたんですけど、エスナペアさんいっぱいありがとう。そう、今日さよならモリさんの配信なんですけど、そう、今日初めて友達と一緒にね走ってきたんですよ。やばい。その子はね週 2、3回、私はいつも、まあ、自分が無理かなって思ったところでやめたりするんですよ、走っても。そうで、今日は人初めて、まず初めて人と一緒に走ったんだけど、初めて人と一緒に走ったんだけど、今日は30分走ってきた。私はね 4.7 キロくらい、またツイッター乗っけるんだけど、そう、なんか私さ、普段走るの別にそんな好きじゃないから、自分の体調で自分が無理やと思ったらやめるのっていうの人ってやるんですけど、やっぱさ、人が走ってるとさ、ついていかなきゃって気になるじゃん。そう、初めてこんな走った。やばい、30分走った。ごめん切れちゃった、ごめん切れちゃったよ、充電で切れちゃった。やばいですね、充電が切れちゃいました、すみません。ちょっと今さ、ちょっとメイクを撮っててさ、ちょ、今メイクの途中でもあるんだが、走ってきて、やばいね。私だからさ、前からさ、あんな走りしたのは気持ちがほんとすごいと思うってずっと言ってたじゃないですか。あの長距離走る人はどうしてそんな走れるんですかって言ってたんだけど、個人的にはもう、もうほんと15分くらいが限界だと思って生きてきたから、もう限界を超え、あ、おかえり、限界を超えたわ。人生の限界を超えた、今日初めて、やばい。あ、そう、今日ペース早いよって言われた。 4.6 キロ1キロを31分走って、平均ペース 6.5 キロ、早すぎ。おかけさんありがとう、早い。でもね、お父様にも、その友達のお父さんにも、友達にも、あ、ハッツ途中で置いてくと思ってたって言われました。よくついてきたねって褒められて嬉しいです。もう最後は意地だったよ、もう意地。ちょっと待って、今ね充電が切れちゃって iPad の、ちょっとさよならモリさんは同時視聴しないといけないんだが、ちょっと一回充電復活待ち。やばい、やばかったんだけど、まあめっちゃ走った、30分、ずっと、うん、4.7キロ。もう途中で諦めようと思ったんですけど、もう諦めようと思って、きつすぎ、うん、あそこな、あのお店な。筋トレっていうか体力ですよね。もうなんか諦めようと思って、そう、諦めようと思ったんだけど、なんか負けず嫌いな性格が出てしもうて、でそれもさ、走る10分前までもつ鍋食べてたのね。ちょっとさよなら森さん待っててね、あと5分後には見るように頑張るわ。 4.7 キロを30分、31分で走った。もうやばいね、走る人ってほんとすごい。でも諦めなかったんだよ、えらい子ね、よう走ったよね。やばくね、走る人すごすぎる、やば。あれ、夢へのルートのマラソンってあれ 何キロだったっけ、 MV の何キロでしたっけ、夢へのルートの。そう、今それで30分くらい走るって聞いてて、
家出たのが15分だったから30分で単純計算でまあ45分だからまあ間に合うかな配信と思ってたんだけど、ちょっとその後に歩いて30分違うとこ走って、でそれから歩いて帰ったから家まで、ちょっと思ったより時間がかかってしまいました。遅れてしまいました。夢のルート何分の人が1位だ、何秒どれが1位でした。あ、今のが夢のルートか、マジか。夢のルート、あ、今のね、夢のルート、私も夢のルートの MV6 くらい走ってきたの。何してんだ、すごくない？わあ、でも嬉しい、こんなに走れるんだ自分って思ったわあ、ごめんね。さよなら森さんは、じゃあ20分から始めます。ちょっと一旦余韻に浸らせてもらっていいですか、休憩。ちょっと今息もまだ上がってるから、ちょっと落ち着くまで待たせて、充電も復活してないくて。なるほど、夢のルート。あー、全然走ってもね大丈夫だったよ。夢のルート何分か分かったら教えて。あ、10位しか分かんない、じゃあメンバーに聞いてみるかメンバーに聞いてみるわ。あの息切れ、あの今走って10分くらい歩いてきたから落ち着いてきてはいるんだが、もうちょっとまだここら辺がやばい、やばい。なんかさ、私のファンの方で何人かマラソンを走ってらっしゃる方がいらっしゃるから、すごいなと思ってたけど、ほんとすごいよ、すごすぎ。モーリーさん見た、ありがとう、今から見るよ。宮城さんありがとう。桜フラペチーノ飲んだ、あのスタバ飲まないんだよね普段ごめんね、話を広げてあげなくて。あれ誰がさ、1位が横道谷ゆりちゃんとかだって言われた、あとひじりんとか、誰がハルピョン早くなかったっけ。ハルピョンに聞いてみよう今度。でもあれは人についてきたから、人がいたから走れたけど、一人で絶対あんな走れない。でもまた一緒に走った時に、今度はもうちょっと余裕を持ってついていけるように、なんか野獣が後ろにいるんだけど、ハルピョンじゃない？まあでもハルピョンそういうの覚えてそうじゃない？あのついていけるようにもうちょっと、私もその30分までは行かなくてもちょっと走ってみるか。いやマジできつかった、よく走ったな。だってもうさ、普通に置いてってねって言ってたんですよ。そう、置いてってねって言ってて、あの20日のこと置いてっていいからって言ってたけど、無事一応ついていけた。でも積み重ねってほんまに大事だなって思いました。なんかその友達さ、ひろしさんありが、頑張って。あの私もう普通にきつかったんだけど、あのスノーさんありが口、あの普通にきつかったんだけど、あのその友達は私が中学の時の小中同級生なんだけどさ、中学の時の持久走とかすごいあんまり早くな、遅かったイメージなんですよ、めちゃめちゃね、すごい遅かったイメージだったんだけど、普通にさ、そのお父様の友達のお父様のペースに普通に合わせて、なんだろう、私全然、まあ、苦しいんだろうけど、そんなに苦しくなさそうに走ってるから、うわ、え、あの時私より多分1分くらい遅かったのに体力全然なかったイメージだったのに、わあ、1年も走ったらそりゃつくよなーと思って感動した。友達すげえってなった。なんか今日顔違くないわ私。今日ね、今日ちょっとやりたいメイクがあって、その動画というかそのメイクの途中なんだよ今。今ベースメイクとアイシャドウがやって、でもちょっと走ってきちゃったからな、なんかいつ走るとか全然聞いてなくて、
あ、この顔赤いのはねチークなんですよチークなんですよ実は。あのチークをね塗ってて、またあげます。あとこれ今日いつもと端末が違う。な、今日ねめっちゃ顔白く作ってるから、そう、そろそろ20分だよね。見れるかな。ちょっとイヤホンポンポポン、イヤホン準備してない。あ、うーたん、そこのさ黄色いやつってイヤホン、それテレビの下、左のテレビの下。18期生で会いましたか。会ってないかも私は。ちゃんとこれもう決まったとかある、決まったとか出てんの。ありがとうございます。会ってないかな。昨日生で見た、ありがとうございます。ちょっとリップだけ塗りますね。じゃあ血色がないから。走るのってこんなに辛いんだ。パピー、でもね、今走ってきたおかげで200、ちょっと濃いな、ちょっと濃いな、一旦ちょっと濃いか、まあいっか、まあいいや。240、ちょっとなんかおばさん臭いな。240カロリーくらい消費したからアイス1個食べれる、アイス1個食べれる。うん、あ、ちょうどいいんじゃない、アイス1個で。でね、今日さ足はね今んとこ大丈夫だよ。今日の顔が違う理由はね、多分ね分かるよみんな、何が違うか当ててごらん。てかそろそろさよならモーリーさん見ろよという思ってる方が多分一定数いらっしゃるので、そろそろね準備してますよ。というのは私のメイクが違うのはどこでしょう。ファンデーションはまあ濃くは塗ってるけどそれではないかな。今日顔が違う。ご褒美のサイン、写真にサインしてからプルムした方がいいよ。あれだね、スタッフさんに言っとくね。私がサインするときまだ写真入ってないんですよ。チークの位置、お、正解が出た。私右と左の二重が幅が違うんですよ。そう、幅が違うから今日は右の方が、こっちの幅の方が狭いんだけど、今日はちょっとちゃんと揃えてみた、テープを使って。だからなんかちょっと顔の印象が違う気がする。確かにね、消えたらね、もともこもないでございますから。うん、つくつくつく。つくばんば。さよならモーリーさん、やっていきましょう。さよならモーリーさんを見ていきましょうね。ちょっと待ってくださいね。フィーバーね、フィーバーのみなむ、もうちょっと近い。やっぱ揃えた方が可愛いか。ちょっと気にしないでいたけど、めんどくさかったから
これからは右目は揃えれるようにテープ貼って頑張ってみます。写真だと加工で揃えるね。そうなんですか。私揃えたことないや。であんまね、分からない人は分かんないと思うけど、分かる。帰ってきた。おかえり、待ちにしてるよ今。今騒がしくなります。モーリーさん、ということで今からやっとさよならモーリーさんを見ます。今日はさよならモーリーさん同時配信、何それ、同時配信です。開けていい、お菓子ここの、はい、一緒に見ましょう。そしてこのランキングを読むときに1位から3位だった方はその後々サイン色紙が、集合写真サイン色紙がプレゼントされます。わー、これどこの、おいしそう、イエーイ、なにこれ、おいしそう、なにこれ、ごめんみんな自由すぎてごめん。美人、これは石川の菓子、北陸気候、一個食べよう。これなんだ、もう食べるの早くない、タルトだって。これ何、初めて見た、これ何だ、あーすごい、初めて見た。じゃあね、さよならモーリーさん見ましょうね、早速ね。ということで昨日放送されたさよならモーリーさんを見てみましょう。さよ、なぜ選ばれない、じゃあ見ます、押します。皆さん準備できましたか。テロップ変えますね。ごまめじゃこさんありがとう。これ何ですかね。それでは押します、せーの、ピキッてな。 CM 入るかも、あ、やっぱり CM 入った。お父さんがお土産で買ってきてくれた、今帰ってきた。まだ CM ですわ。まだだ、まだ CM 長い。私、え、サンテアさんありがとう。 あ、待って、始まった、始まりました。なぜ選ばれたい、非選抜魂の叫びということで、この非選抜企画は収録自体は3回あったんですけど、放送はね、その1回で 2,3 本放送されてると思うんですけど、収録自体は3回あったんだけど、3回目なんですけど、これ私3回も読んでいただいてる。嬉しいですね。80人中16人で、なんかさ、なんかさ、ミュージックビデオ撮影をしてるんですよ、この人。
そう。なんか何を食べるんだっけ。マチャリンさんはさ選抜に入ってるんですよ。はい。広がり。タチューカ。なんですか。ヘイ。タチューカ。今回はルンちゃんとか、ルンちゃんとかね、結構初めての子が多くて、ヒカルもいたし、ソラノもいたし、でもちなみに言うとこれに結局出れなかった子もね、あの え、そう、あの表で入ってくる、私も持ってから入ってきたんだけど、まさかのね裏から入ってくるんだっていうのは私も知りませんでした。だからどれが表でどれが裏か分かんなかった、扉が。アルビはメガネ、でも私ハルピョンのメガネ好きなんですけどね、結構メガネ好き。ね、メガネ、私もハルピョンがメガネかけてたの結構です、ね、でもなんか私ハルピョンがメガネかけてる時代に AKB じゃなかったから、写真とか動画でしか見たことないんだけど、子供だな。それが森さん、私は、いや私は今更キャラ付けをするような年齢ではございませんねもう入って7年経つんで今更かもしれません。ハッツどうしたってなる。おい。この日前髪の調子めちゃくちゃ悪かったんですよね。
ちょっと幕江さんありがとう。これなんかわかんない。おお。サンペアさんありがとう。お、パピちゃん。すごいな。すごいわ。サンペアさんありがとう。としひこさんありがとうございます。サンペア様ありがとうございます。宇多田さんは今7分27秒です。ありがとう。ありがとう。あの千織さんが鳥の話をしています。ゆがりさんありがとう。ハンガー。むず。難しいな。わかめインコ。おりんちゃん。難しいね。でも、たしこさんありがとうございます。すごいみんな垢抜けますね。やっぱりアイドルは、アイドルは垢抜けますね。そう、一緒にレッスン受けてた。リハビリ順調ですよ。マネージャー通信簿イエーイ。ひどいく、でも私も入った時はブサイクってめっちゃ言われたな。なんかなんでこの人あいつって愛法とか、ちょっとなんか語弊があるけど、私も愛知ブスってニックネームつけられてた気がする入った時懐かしいな。エースのペースにがハート、としこさんやった。でもなんかマネージャーさんガチ評価。でも私はそんなにショック受けなかったけど、お母さんがショック受けてたかも。ブサイクって書かれた時、なんか私はまあこう書かれる想定してたからだけど、やっぱり可愛いね、可愛い可愛いってその時来た和国がブサイクって言われてるのを見て落ち込んでたかも。うえー、今ではマネージャー通信簿3位でした。
びっくりじゃない？だって3位って一切思ってなかった。あ、絶対入らないと思ってて、逆に悪いかなとか思ってた。ジャニーはちゃんと毎日走ってるよ。ちゃんと走ってるよ。あの投稿をサボってる今5日間くらい。ちょっと1週間くらいまとめて出そうかなとか思ってるけど、出しますね。もう使えないじゃんね、ほんまに。自分の見たくない。頑張ります。あちちちちち。でもそれはゆいゆいなんだよね。ゆいゆいはあちちってつぶやいてて、そうゆいゆいがあちちってつぶやいてたから、私がじゃあサムムムムにしますねって言ってできたやつだから、あちちだとゆいゆいになっちゃうんだよね。あちちって あちち。お、CM じゃね。やばい、髪の毛がボサボサすぎてずっと触っちゃうけどさ、こう触ってんの見るの嫌な人いますよね。私もさ、自分がさ髪の毛触ってる時はまあ何も思わないんだけど、自分で触ってるから。人がさいちいち触ってるとさ、なんかめっちゃ髪の毛触るなって気になりますよね。ちょっとこれ最後で触って、触らないでしょ。これで触りますよ、ね、CM です。その日ですありがとうございます。まだ CM なんだけど、私ノリやってます。エさん、ありがとう。花第一位、ゆかちゃん。上京していない。かゆ私なんかチベットスナギツメみたいな顔してる。すごいよね、親元離れてさ。このさ
上京してたら選抜なんてさ、最最高じゃない？だって私上京もしたけど仕事なんて増えなかったからね。最近 YouTube ミスターが更新したんで見てみてくださいね。ミスターの綺麗な歌。なんかね、九州はね、九州のメンバーはね、あのね、もうすごいね、寝るのが好きなメンバーが多いイメージ。ずっとなんか8がまだ 3,4 年前の時とかって結構レッスン、みんなホテル済みだったから、お仕事がある時ホテルで、ホテルの下に車両をつけていただいて、車両でメンバーが朝起きて車両を乗ったり寸場に行くってことをしてたんですよ。もう最近は結構そういうのなくなっちゃったんですけど、そう、まずほんと筆頭は沖縄県代表だったリラちゃんとか、下脇かりんちゃんとか、吉田かれんとか、京香ちゃんとか、そこら辺が本当に寝るのがすごい好きな、好きというか、一緒の部屋になった時に目覚まし何回なっても起きないタイプの人が本当九州には勢ぞろいなんですよ。なんか遅刻まで行かないけど、遅刻までは行かないんだけど、目覚ましとか鳴っても全然起きなかったり、まあ、遅刻はあるけど、吉田とかは未だにね、吉田は起きるんだけど遅刻はしないですよ。仕事遅刻とかじゃないんだけど、こう目覚まし鳴らすじゃないですか、一緒に寝たる時に。目覚ましを鳴らすときに何回も鳴ってるのになかなか起きなくて、ミッサーはねスパッて起きる、うん、気づいたら起きてるタイプ。そう、なんか何回も鳴ってて私が起きるんですよ。それでで止めてまた寝てて、また気づいたらまたそれが鳴ってて、あれ一生止まらないなって思うことが結構あったりとか、本当寝るのが好きな子が多いイメージ。やっぱあったかいところってそうなるのかな。とかかりんちゃんとか、下脇かりんちゃんとか、元鹿児島県代表だった、本当にいつも集合時間のギリギリでリラちゃんとかと駆け込んで寝癖がこうやってビュンってついてたイメージです。懐かしい。私はねそんなに寝起き悪くないんですよね、その仕事の時は。こうなんだろ、別に遅刻してるわけないんだけど、リラちゃんとかは本当に寝るのが好きだったイメージ。コンサートのメイク時間、メイク時間にみんながメイクしてる時間に寝てるみたいな。そう、そんくらいみんな暖かいところの方は確かにそういうイメージあるなと思います。エースのアンペアさん、ありがちー。今千織さんの部分ですね。でもやっぱり千織さんはいつのペアさんか、吉田配信中に寝てたね。千織さんはあんまチームとか一緒になったことがないので、そうあんまりその普段関わったことはないんですけど、やっぱりこうさよならモーリーさんの収録とかで一緒になると本当に面白くて、発言とかその頭の回転がすごいなっていつも思います。って思う、ほんまに。ひらきさんにがハート。バースト1位は誰かな。そうそう、HKT から移籍してこられて、
CM 入りました。CM 入りました。みんな押したいマスマホだ。まさかざっとマークふうさん、アリレンボースター。長くない？おーしえん。チョコミントさん、過去有効したん、ありがさき。あ、ワースト1位誰だったっけ。あ、アイアランさんか。チョコミントさん、ありがさき。ああ、そうだ、そう、この、そう、このアンケート、そうだ、このアンケート来た時、そうだわ、選抜発表があったんだ。ミレキさん、ありがとう。そう、ユニバーサルさん、え、このユニバーサルさんの話したい。ユニバーサルさん行ったんだけど、その時の裏話をさせてほしい。ありがいち。ゆうかちゃんがビビってる。チョコミントさん、ありがとう。一位チョコミントさん、ありがとうございます。俺20日間泣いててびっくりした。終わった、終わりました、終わったわ。ありがとうございました。エースのペアさん、ひできさん、とそう、次回は感動会なんですよ。おならした。うん、言わなくていいよ。でさ、のそう、次回はまあそのなんて感動してるか、まあ、来週放送なんで、あの来週見てほしいんですけど、あ、そう、あのあのあの何を言うか、そう、選抜発表があったんだけど、あれなんか裏側とか上がってたよね。私映ってたかな、わかんない、見てないんだけども、 見ますね、これから。あの時の裏話をさせてほしい。そう、あの時の裏話をさせてほしいんですけど、そう、その感動会はちょっとネタバレになっちゃうから、あの選抜発表があるって、まあ、言われてなかったんですよ。で、言われてなくて、で、まず私前日の夜の11時くらいかな、11時くらいに呼ばれて、そうで、11時くらいに明日来れますかって言われて、知らなく、自分が行かないと思ってたんですよ。そうだからね、私ね、実はなんかその時に家族がちょうど今流行りの感染症にかかっちゃって、私が東京でお仕事をしていた時にね、ちょうどで、本当はお仕事終わって帰宅する予定だったんだけど、そこで帰宅しちゃうと、その次の仕事をもし感染しちゃったりしたら、そう、次の仕事に支障を来す恐れがあるなと思ったので、ミスさんの家に泊めてもらってたんですよ、しばらく。
その仕事が終わるまで、次の仕事がね。で、で泊まってて、でだから本当だったら愛知にいる予定だったんですね、その選抜発表がある日が。そうだから私呼ばれてなかったんですよ。呼ばれてなくて、だから自分も呼ばれてないから行かないと思ったんですね。で何があるかも聞いてなかったから、なんかメンバーがなんか集まらないといけないって噂はしてたんだけど、自分呼ばれてないから、まあ、私は必要多分いらないんだろうなと思ってたんだけど、なんか前日の本当に深夜、夜もう夜11時とかに、11時とかに、あの本当にマネージャーさんに、明日は来れますかって言われて、で私その次の日に何入れてたんだっけな、なんか予定を入れてたんですよ。あ、分かった、舞台だ、舞台見に行ったんだ。そうで舞台を見に行ってて、行く予定を入れてて、それで普通にあのその舞台に行ってっていう予定で生きてたから、メイクとかをする気が一切なくって、そう一切せなくの一切メイクをする気がなかったから、その前日に聞いて、でそのままマジかと思って、で次の日起きて、でもなんかメイクは、まあ、一応インタビューを受ける人はするした方がいいかもしれませんみたいな LINE、 あの連絡が来てたんですよ。そう基本はマスクなので、ですけどもしかしたら何人かインタビューを受ける方がいると思うので、その時にマスクを外すので、まあ、そういうメイクを少ししといた方がいいと思いますって言ってたけど、私実際もともと呼ばれてなかった人間なわけじゃないですか。多分あ、宇多田さん今愛知じゃなくて東京いるやんって多分夜に気づいて連絡が来た人だから、絶対私はインタビューを受けることはないなって思ったんですよ、もともと呼ばれてなかったからね。だからまあまあメイクしなくても多分大丈夫だと思ってそう私は多分映らないやろと、もともといなかった人間だから、いやもともといなかったから、まあ、別に映らないやろと思ったんだけど、普通に、ね、ああいう選抜発表ああいう感じだと思わなくてすごく後悔しましたね。こういうところがいけないんだなと思いました。はい髪の毛も何もせずに舞台を見に行って、普通にギリギリに起きちゃって舞台を見たけど、まあでも別に私多分大丈夫やろと思ってて、こういうとこがダメなんだなってめちゃくちゃ反省したあの日めちゃくちゃ反省しました。そうっていう話です。反省反省反省ちゃんですわ。そうちゃんとメイクしていかなかいけなかったなって思います。そうだよね、ちょっとね、まあ、学びましたということで、そんな感じですかね、最近の私は。うわー、ひしひしとさっきの30分走った私すごって思った。なんかね、本当に言い訳をしますね、なんか言い訳メイビーなんですけど、本当にあのね、基本的に私あの自分をきれいにする時のこうあるんですよ。こういう時は今の自分きれいにする、きれいメイクして服も一丁羅を着てっていうハードルがこう線引きが あるんですけど、それが本当に AKB48 に入るまでは外に出る時が一丁羅の服やって思った。まあ、その時 AKB 入る前はまだ中学生だったからメイクはしてなかったんだけど、でも AKB ホテルと入ったらファンの方の前に出る時が一丁羅みたいな、ファンの方の出る時が私の 100% の私を見せるっていうところになっちゃって、一番今の自分の一番が今までは家から外に出るところだったんですけど、ファンの方の前になっちゃったから外に出るっていう、このファンの方がいない外に出るっていう部分が私にとっては二の次になったんですよね。だから普段外出るときにメイクしないんですよ、基本的に。あの友達に会うとか久しぶりに会う友達に会うとか、まだ人に会うよって時はまあするんだけど、
だからなんだろう、1番 1.5 くらい人と会ってファンの方に会った時は1位第1位だったら 1.5 くらいで、あの特に人と会わないショッピングとか家族とショッピングで時は普通にすっぴんで出かけちゃうから、もうその癖がね直さないといけないなと思います。そうで普通に家族とかといる時はもう普通にすっぴんで、あの繁華街って言い方ですけど、本当に愛知の中心の人がいっぱいうじゃうじゃいるとことかも歩いてしまうから、もうその癖が抜けないよね本当にいけない。もう20なんかまだ中学生とか高校生はさ許されると思うんだけど、さすがに大人になったらねすっぴんで歩いたら飽きませんよね、飽きませんよねとか思いますけれども、今マスク社会にもなった今ね、なかなか、そりゃマスク明後日解禁じゃない、確か7 3月12か13だった、明後日かし明後日だったと思う、4月からじゃなかった、いやなんか3月に変わった気がするんだよな、まあ、その方は置いといてっていうのもあってね、それの油断で、その油断でさちょっとマッチ13日やか、どうなんだろう、本当に増えるのかなマスク外す人。でもさ私の予想、あこういう話はあんまりしない方がいいね、私の予想はとか言おうと思ってて、こういう社会的な話はねあんまり、マスクね、お成人式のタペストリー届いた、ありがとう、私も成人式の集合写真が届いて、あの AKB じゃない方の、私出てないんだけどね私出てないんだけど成人式の集合写真が届きました。そうお母さんが行ったのよ成人式に、私はいない成人式に行ったから、お母さんが集合写真写ってた、あの成人したみんなと家族がこう撮られてる集合写真があって、私いないのにお母さんが写ってるっていう、その集合写真が最近家に届いてましたお家にあって、これなんやろこれって封筒開けたら、私がいない成人式の集合写真があってお母さんが写ってる合成しとこうか自分も、そんな感じで、まあさよならモーリーさんも見させていただいて、あのそうそうランキングを読んでね、トップ3の方あれなんですけれども、そう7月のコンサート8の王子集合するんですよ、お母さん、いやさすがに振り袖じゃないよ、あまああの普通に友達ママ友のお子様が私と同い年の同級生の子がいるから、そのママ友さんが行くから一緒に行かないって言われて、まあ行ったんらしいんですけど、まあ私も行きたかったから、みんなどんな振り袖着てるのかなってすごい気になってたんで、写真を撮ってきてくれた私の代わりに友達とかのあの私の友達が花子ちゃんだとすると、花子ちゃんはこんな振り袖着てるよって写真を送ってくれてました。そんな感じで今日はちょっと、マラソンしてたせいで5分7分か7分遅刻してしまえて申し訳なかった。来週はね感動会らしいんで見てみてくださいこうやってさよならもおじさんに呼んでいただけることもすごく幸せなことだなって思いながら収録してました。うわランニング思い出したけどきつかったそれではね、ランキングを読みます。13位、ワクさん、ワクさん、ワクさん、ありがとうございます。12位、ユーゴリンさん、ユーゴリンさん、ユーゴリンさん、ありがとうございます。11位、トシヒカさん、トシヒカさん、ありがとうございます。10位、チマさん、チマさん、チマさん、ありがとうございます。9位、チョラトリッチさん、チョロさん、チョロさん、チョロさん、ありがとうございます。8位、チョコミントさん、チョコミントさん、あ、なんかカッコある。
今日は目元がキリで綺麗、ありがとう。でも今日ねアイライン引いてないしマスカラもしてないんだよまだ。でもなんか今日目が綺麗じゃない。自分で言うか。チョコミントさん、チョコミントさんありがとうございます。7位わさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさん、わさっぴさんありがとうございます、ありがとうございます。6位つのうさん、つのうさん、つのうさん、つのうさんありがとうございます。5位のりあとマークゆうさん、のりさん、のりさんありがとうございます。4位ひらぎさん、ひらぎさん、ひらぎさんありがとうございます。でここから3位の方は多分色紙が当たるのかな。3位ひろさん、ひろさん、みなさんありがとうございます。2位はエースのペアさん、エースのペアさん、エースのペアさんありがとうございます。そして1位はまさかずアットマークふうさん、まさかずさん、まさかずさんありがとうございます。多分、運営さんから連絡が来るんじゃないかなと思うので、ちょっと一回もし本当にこの企画がなかったら申し訳ないから一旦ちょっと台本確認してくるね。はい、ということで大丈夫でした、大丈夫、ちゃんと3位の方ちゃんと3位の方はプレゼントありました。なので名前は変えずに言ってください、ね、今からさ、インスタライブにしようかな。じゃあちょメイクやるんだけど、ちょメイクしたらみんなに見せたいから配信しないかもするかもしれないかも。ちょ一回メイクしてみるわ、ちょっとやりたいメイクがあって。ということで、嘘、連絡来なかった、そんなことある？ちょっと問い合わせしてみてください。どこに問い合わせすればいいんだろう。あ、でも連絡わかんないな、どういう感じかわかんないな。あ、催促したら来た、よかった。じゃあまたね、メイクしてくる、バイバーイ、またねっつー、ありがとう見てくれて、 I love you。